どうもみなさんこんにちは、ゆっくりタッピーと。ゆっくりボンファイターっす。あれ、これってイベントバトルに勝った時の映像っすよね。その第5戦目でワルボーから託された、この大魔神像。今回はこのアイテムがキーになるやり込み要素を攻略していきます。大魔神像って言葉、どこかで聞いたことがあるんすよね。まずはイベントを進めるために必要な道具を集めていきます。陥落の霊道のステルスボックスにそのうちの一つがあるのですが。黄金の勾玉。もしかしてこれって、廃合禁止縛りイルルカ編を見たことがある方は、ピンときたのではないでしょうか？そうなんです。このイベントはイルルカの裏ストーリーにゆかりがあるんですよね。確か勾玉って、黄金の勾玉の他にもあと3個あったような気がするっすけど。その通り、残り3個の勾玉もなぜかブレイクワールドに落ちています。続いて頭骨の増減にルーラして、ステルスボックスから瑠璃色の勾玉を入手。さらに消滅の火山のステルスボックスから、白銀の勾玉も入手できました。最後はポイントゼロのこんなところに、これで黄金、瑠璃色、白銀、虹色の4個の勾玉を入手できたっすね。大魔神像と勾玉、どうやら5個揃えて配合するとすごい魔物ができるそうですね。てタッピーさん、配合したらそれは縛り違反なんじゃないっすか？とりあえず、配合に詳しそうな人にこれらを見せてみようかな。というわけで、ガラクタの前に立っている方が兄貴の元へやってきました。配合装置をガラクタっていうなよ。配合禁止縛りだし、この装置は使いたくないっすけど。どうやらこんなガラクタではなく、太陽のマジュライトを扱える機械が必要みたいですね。装置の動力図、タッピーさん、黒金の監獄塔にあるあのクソデカ機械とかどうすか？さすがに明暗すぎる。早速監獄塔に向かってみましょう。これは以前、ブレイクモンスター改造装置の動力部だったものですよね。ただマジライトのエネルギーは大量にあるはずっす。ものは試しっす。これでうまくモンスターが生成されるといいんですけどね。合成されているような音はしているっすけど。これは、やったか？解釈クラブ回収やめろ。改造装置の邪悪なエネルギーが生成を邪魔しているみたいですね。一旦センタービルに戻って、ホーガン兄貴に相談してみようっす。ホーガン兄貴、動力部を浄化してくださいよ。そううまくはいかないっすか。兄貴曰く、ビルの地下にいるルボローに話を聞いてみたら？とのこと。ちょっとしたヒントでもいいから何か聞けるといいっすけどね。またお使いっぽいですね。光のオーブという道具が必要になるっぽいな。その光のオーブ、一体どこに隠されているビル内でお使いばっかさせないでくださいよ。女性論ファンキすぎて笑う。お使いゲームになってきていますが、オーブの持ち主を探してみましょう。なんだか今回、出したような登場人物が出てくるっすね。光のオーブの持ち主は少年レオソードでした。ちなみに彼、モンスターができたら戦いたいと言ってきますが、別に戦うこともしないしこれ以上イベントに干渉しません。不遇すぎないか？このライオン、オーブを譲ってもらったのはいいっすけど、どうやら壊れているみたいっすよ。オーブに力を宿す方法についてルボローに聞いてみたところ、どうやら真実の空間に何かヒントがあるっぽいです。確か真実の空間って、スライダークロボ復活の時に回った。そうそこ、早速向かってみましょう。まずは静寂の草原にある真実の祠に来ました。この石碑みたいな物体、まだ調べてなかったっすよね。おそらくこれが、光のオーブに力を宿す装置なのですが、なんと声優ミラクレアが必要、入手には配合が必須のモンスターです。このイベントの配合なしだとここまで、なんだかあっけない終わりかにょへー。なぜか声優ミラクレアが配合禁止ロムに、いよいよ配合解禁し崩壊っすか？実は、前々からこのイベントは配合しないと完遂できないことをわかってて、メインで使用しているロムでイベントに必要なモンスターを作成、トレード機能を用いて、一時的に配合禁止ロムに移した次第です。光のオーブに力を宿した後逃がして、バトルには一切使わない方針です。そのミラクレアに乗っかってるのに、装置が反応しないのは何ですか？もしかしてこれ、配合で自作しないと装置が反応せずに積むとかメインメンバーに加えるのをすっかり忘れてました。バゴミみてぇなミスをしてしまいましたが、これでどうなるか。おい、装置が反応したっすよ。この作業を残りの真実の空間でもやっていけば良さそうですね。装置はあと5箇所、サクッと全部回っちゃおうっす。というかタッピーさん、縛り違反ギリギリでもこのイベントを完遂させたいんすね。配合禁止じゃ完全攻略ができないし、触れずに終わろうとも考えたんだけど、初めて配合禁止をしたイルルカにゆかりがある、視聴者からこのイベントの動画を熱望されていた、このイベントに触れている YouTuber がものすごく少ないなどの理由がありますね。モンスターズ作品を徹底的にやり込みたい、その思いが強かったので動画にした次第です。本当にタッピーさんってモンスターズが好きなんすね。そりゃそうよ、嫌いならこんな縛り最後までやりきれませんから。話を戻し、崩落都市に名もなき闇の王、陥落の霊道にサイコプサロ、頭骨の表現にアスラゾーマ、黒金の監獄塔にジェノシドウ、そして消滅の火山に神竜王を連れてくることで、イベントが進行します。残された真実の空間はここで最後、これで光のオーブの力も戻るはずっす。本来の力を取り戻したようです。監獄塔の動力部に戻りましょう。イベント進行前に、力を貸してくれた6体のモンスターとはここでお別れです。もう一回メインロムに返せばいいのに、なんだかもったいなくないっすか？メインロムにはこれらのモンスター、2体以上ストックあるので問題なしです。死ぬほどやり込んでて笑うわ。さていよいよ、とんでもないモンスターを生み出す準備が整いました。今度はうまくいくといいっすけど。
さっきとは違う反応。ついに激ヤバモンスター、誕生です。屋上にそのモンスターがいそうっすね。早速向かってみるっす。ルーラで屋上までやってきましたが、これはまさか、グランエスタークじゃ。まさかブレイクワールドでも、グランエスタークの姿を拝めるとは思ってもいなかったよ。ただエスターク系統を仲間にするためには、基本的に10ラウンド以内に倒す必要がある。ということは、まさか。というわけで、グランエスタークを倒すためのパーティーを組んできました。そのパーティーのメインがすげえ顔だね。行きたい。裏がよくわからんロボットみたいとか舐めてるんじゃないっすか？レナーテからもらって倉庫版をしていたぶっ壊れたなのですが、グランエスターク戦攻略に際し、最も適したモンスターだと思っています。ここまでいろいろなモンスターをうまく使って難所を次々と抜けてきたタッピーさん。おそらく今回も、何かしらの意図があるはずっす。配合禁止縛りの集大成を、今ここで見せつけてやります。いざ、勝負です。さてグランエスターク戦、やることはものすっごく簡単。根に持つタイプで相手を止めて、ライオン将来で殴るだけです。本当にこれが集大成かよ。ただし、相手の雷耐性は半減。ただ適当にライオン将来を撃つだけでは耐久され、返り討ちにあってしまいます。そんな、それでどうすればいいんすか？そのためのぶっ壊れた採用です。根に持つ後はスタンバイと交代。ぶっ壊れたを元に合体します。その時の合体特性に注目です。なるほど、ライダーキラー。ハテナ系の敵に対するよダメージが2倍になるんすね。もちろんグランエスタークはハテナ系、しっかりとワンダーキラーの範囲内です。いよいよあと2ターン。このターンはテンションを貯めて充電っすね。そして次のターン、いつものコールといつもの大技でとどめを刺すわけっすか。配合禁止を始めて早1年以上。最後はやっぱりこの技で締めくくらなきゃ。皆様、ご唱和ください。とどろけ、ライオン将来。倒しきれてねえやんけ。最後の最後までガバ要素たっぷり。これでこそタッピーさんっすわ。何はともあれ、グランエスタークを配合禁止で攻略です。なんか最後のミリ残しのせいで、名勝負が名勝負になっちゃったっすね。余裕を持って10ラウンド以内撃破も達成。これでこのイベントも完遂ですかね。まさかのグランエスタークがそのまま仲間に、絶対に強いやつじゃないっすかこれ。さて、肝心の、どうしてこうな、さあ。HP は18、攻撃力はたったの5とか赤ちゃんじゃんもう。グランエスタークの種族特有スキルはものすごく強そうっすけどね。仲間になった瞬間に貧弱になったグランエスターク。名前は貧弱くんっていや。かわいそうだけど、だと。というわけで、ジョーカー3プロの全ボスを配合禁止で撃破することができました。これにて、イルルカから続いてきた配合禁止縛りの動画は一旦完結となります。ということは、次のストーリー実況はまた別の縛りで？次回、舞台はジョーカー2プロの世界へ、前代未聞の縛りを設けて実況していくので、お楽しみに、配合禁止で世界の救済者になってみる。はこれで終わりですが、まだまだモンスターズはやり足りない。これからもゆっくりタッピーをよろしくお願いします。というわけで今回の動画は終了。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をして、次回シリーズを見逃しなくっす。